ガーディアンズのスティーブン・クワンガイアシュが27日、日本時間28日、本拠のロイヤルズ戦で4打数ノーヒットに終わり、打率はついに2割9部9輪と3割切ってしまった。序盤戦の故障から復帰して6月16日には打率3割9部8輪で4割が期待されていた。7月3日に規定打席に到達し3割6部でランキングトップに立った。 オールスター戦ではアリーグの一番、左翼で先発出場するなど注目度が高かったが、7月の月間打率が2割5分、8月は100打数19安打の1割9分という急降下になってしました。クワンの低迷もあってチームも8月は10勝16敗でこの日、開幕9試合目から守ってきた単独首位のザオロイヤルズに並ばれてしまった。